はいどうも皆さんこんにちは、チャオリンゴと言います。今日はね、可愛いです。続きやらせてください。実はね、前回終わったところから魂だけちょっと貯めておきました。というのも、主人公のレベル上げるか新しいキャラクター解放するかっていうところで3200必要だったんですが、まあねちょっと同じところのシーンを冒頭に挟んじゃうのも忍びないんで、今日は新キャラ解放からやってみましょう。というわけでここからなんか激しく後ろでヘッドバンしてるなと思いますけど、どんなキャラでしょうね。じゃ先が6400とかだから意外とまあハードステージからやってれば楽なんですけど、とりあえずね順番に行きましょう。じゃあ今日はここから、はい、予約しましょう。またやっちゃった。B が決定なんですよ。うん。アメリカ式。お、誰これ？エミー。お、なるほど。ちょっと少女っぽいのかな。でも、おっぱいはありますね。はいはいはい。ドットがすごい上手いから、おっぱいが揺れてるのか揺れてないかよくわからないけど、皆さんどうですか？僕は揺れてる派に、一票入れたいんですけど。じゃあ、エミーでいきます。はい。ステージは同じか。OK。特殊能力違うよね。まあ、正直ね、お金稼ぐんだったら死んでもいいからハードやらないとダメなんで、とりあえずね、こっからいきます。さっきここ死にました。彼女はボーカルかな？あ、まあ、アイドルだから全てボーカルみたいな。リーチ短くない？あ、でもそっか、格闘術なんだ。印象ね、なんだろう。連打が効くのかな？なるほど。プレイ感は違うといえば違うし、同じといえば同じなのかな？ここら辺はちょっと難しいやん。まだまだ使い込まないとわからない。あ、死んじゃった。彼女ゾンビかな？もう一回いきます。攻撃という時にね、本性が現れる気がするんですが、すごいですね。この下に現れてる緑のやっぱり、アンデッドみたいなもんなのかな？すごい活力が増えるアンデッドですよね。まあ、このステージね、実を言うとさっきお金稼ぎでやったんだけどね、それでもめちゃくちゃ難しくて、まあ、こんなもんなんですけど。やばいな、ちょっと待って。多少現実的なお金の使い方しないとダメかな。と、まあこんな感じで、ハードですね。今のって連打しきれなかったのか。うわ。これはね、左右戦法でもう乗り越えるしかないかもしれない。ただ左右硬いな。やばいわ。これはね、ちょっと現実を見ようか。あ、衣装もたくさんあります。もうちょっと。あ、そっか、レベルも上がってないからね。まあそういうところもあるかもしれん。どうしよっかな。そっか、ここは新キャラになるとスコア違うんだ。はい。デスとエミーですね。目標6400かな。キャラどんどん可愛いから解放したいなと思うところからいきます。クラスゾンビ。うん。やっぱゾンビなんだ。へぇ。結構生き生きとしてますよね。元気印みたいなキャラクターですけど。衣装もあります。ベースボールとかね。でも高いね。レベルは上げるかな。あ、そっか。こういうことを考えると、キャラは同じの方がいいのかな。どうしよう。キャラ解放は目標としながら、ちょっとレベル上げちゃうと、全般的にお金が必要になっちゃうんで、それ考えると、今成長させるデスを使った方が楽な面も多いと思うんですよ。で、どんどん先に行きましょう。先に行ってお金稼ぎながら、新キャラも解放したりする。で、これね、一人でさっきお金稼いでて気づいたんですけど、そこの数字がね、多分3回クリアすると、ハードとかアンロックされるはず。行ってみましょうか。パンダですね。はい、行きます。パンダか。よし。しばらく行ってないんですけど、僕もさ、上野公園でパンダ見てさ、まあ本当に何の変哲もないし、パンダだし、別の動物園でもパンダ見たことあったんだけどさ、なんかそれはやっぱ上野のパンダって感動したなと思いました。あ、ついになんかここまで来たんだなと思いました。でも僕はその日見たペンギンの方が可愛くて好きですね。という、初めて上野に行った思い出だったんですけれども、なんかね、びっくりしたよ。この前デジカメをさ、なんか部屋掃除したら見つけたんだけど、その当時の写真とか出てきてさ、もう2010年とかの写真だったんだけど、なんかびっくりしたわ。よし。と、まあそんなこと言ってますけど、とりあえずここは大丈夫かな。しかしこの子はやっぱりワールドワイドにファンがいるんですね。ここは中国ですけど。ちなみにね、個人的にチャオリンゴのイメージっていうのは、あ、やべえ、やる。そんなこと言ったら負けた。まあ負けてもいいんですけどね。まあ1回600。まあ割といい獲得数ですね。もう1回行こうか。
チャオリンゴという名前のイメージは、今ここにね、キャラクターとして出てる、今僕が切り刻んだ、ちょっとお団子にしてるような、中国の女の子の名前みたいなところを実はイメージして付けたところがあります。というか、まあ、元にしてる僕が好きなゲームのキャラっていうのがそういうキャラだから、そんな感じなんですけど、全然つまないですね。やっぱ難しいじゃないか。これハードじゃないんですよね。やばいやん。出直してまいでって話かな。あ、うつ。まあダメージとかはきっと、単純に敵の数が減る減らないに影響するから意味あるよな。こいつはやばいな。ノーマルでこれなんだよね、これ。相当やべえわ。うん、オッケー。これで、多分残り3分の1ゲージぐらいまではいけるはずなんで、それからはまた、ボタンとの勝負です。というわけでごめんなさい、新キャラ全然見せれない。あ、でも新キャラこっちぐらいだったらいけるのかな。お金貯めたいなーっていう気持ちはありながら、まあ、やっぱりね、せっかく解放したから試してみましょう。もうちょっとじゃないな。かなりつきすぎる。あー、きつい。やばいな。まあ、このゲームって、まあ、ですですっていうところがそこにかかってるのか知らないんですけど、負けること前提かなとは思いますんで、ポイントはね、それではもらえるから、さ、厳しくなってきましたね。クリアしてないしね。そっか、一回もクリアしてないのか。ちょっとクリア目指しましょう。この子はやっぱり、L ボタン壊れそうになるんだけど、連打早いよな。レベルぐらい上げてくるべきだったかな。うおー、やっぱな、無理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 。体力が低すぎる。お金のやりくりはちょっと難しいな。しゃあない。方針コロコロ変わって申し訳ないんですけど、ちょっとやってられないというような感じで、上げます、上げます。次は3200だからね。まあ、ある程度の、そのね、数字の パターンはあるのかなと思いますが、いきます。ここの山は正直言うと、これでダメだったら、お金稼いで出直してまいれって話なんだよね。多分、技術というか、レベルとして、レベル4ぐらいにはしてきてねっていうところだと思うから、ダメだったらね。この子、やるステージ悪くて、まだスペシャルも見えてないんだよね。うわ、いて。やはり一方向安全確保してから切っていって方向戻す感じかな。やっぱね、あーやばい。いくよ。お、お、ゆっくりにすんのか。おお。ゾンビだね。まあゆっくりになるし、範囲に入ってきたら死亡なんで、ほぼ無敵です。大丈夫ですね。ただこの後が解除された後生きていけるか。残すなよ。あーダメだ。くそ。こんなん無理。600かー。えらくきついね。これレベル上げるしかないな。まあせっかくだから、まあエイミー中心でいきます。今日これでだいたい10分ぐらい。うん、頑張ろうか。じゃあハードのこっち行きましょうか。エミちゃんイラストで見るとめっちゃ細いね。あ、ここダメだったところか。ごめんなさい。ただ、レベル上がってるから。どうだろう。やっぱりステージごとに違う、同じように見えてちょっと傾向はあるよな、きっと。うん。あ、何気にノーダメ今日。なんか左右打ちをした方がいいときと、やべ、オッケー。片方をちょっと偏らせた方がいいときがあるな。意外と生きてんな、今日。オッケー。あ、実はこれ片方にしか影響しないんで、ちゃんと打つなら打たないとダメです。さあ。スペシャル切れるぞー。頑張れ。いや。あ、でもいい。連打早いから、割と片方にアンチを作りやすいかもしれない。時間がー。無理やろ。ちょっと待て。あ、生きてんの本当に？もう一回、あー、意外といけたと思ったんだけどな。959、すごいね。まあ、効率いいところで頑張ろうか。やはり彼女はスピードがあるから、片側の安全を確保するっていう回し方ができるかもしれない。
あーでもきついね。いや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 、まあ、なるべく早めに出しちゃった方がいいね。下手すりゃ2回使えるな。燃費がいいというか敵多すぎるんで。しかしね、まあ LR ボタンってそんなに使わないから壊れることそんなにないと思うんだけど、激しく使うゲームだもん。すごいわ。あーだめ、これはもうランダしないとダメ。801です。さあ、解放じゃないや。ここはレベル上げるしかないか。でもいいや、エミちゃん普段の姿も可愛いし、ちょっと、貢いであげよう。あげますね。これで多少楽になるか。行きましょう。まあ、効率は圧倒的に削りの数多い方が貯めやすいから、ちょっと頑張ってみようか。スピード上がってんのかな。コントローラーが壊れる音がする気がするんだけど。あ、でも明らかにダメージ上がったな。まあ単純に敵残さないっていう立ち回りができるだけで楽だな。あー楽だ楽だ、全然違うわ。ちょっとひらめ受けたけど、これはちょっと一方向に走っていって、ここに溜めたいな。そろそろ OK、 ライフ半分か。前回はまだね、最初だからね、そんな気にしなくてもよかったけど、レベル上げることは重要だね。敵の数の残り方が全然違くなる。よし、こちらちょっと一方向に見すぎましょう。こっちに開いていって少し安心になったところで、あーでもこれは無理こんなん無理、ちょっと待って。あーギリギリだな。まあ1000近く取れるんだったらそれはそれでありなんだけど、ごめんなさい、ちょっと頑張らせてください。でまた3200溜まったら、うーん、デッシャンかな。デッシャン強くした方がいいかな。新キャラに浮気してる暇ねえな。ちょっとさ、実を言うとスペシャルを少し後に使うのもありかな。うわやべ、ごめん。あ、そうか、 LR 同乗出力を使っちゃうんだ。この後半の方が絶対敵の脇きついから、ちょっと貯めておいて最後のランダ時間をもうやり過ごしちゃうっていう戦法もありかなと思ったんですが、そんなことやってる余裕ないですね。さあ来ますよ。まあ、これ左右打ちするしかないか。いやー、無理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 。絶対無理こんなの。あー。あー。どうしよう。まあ、やられながらも魂は溜まっていくので、しょうがない。目標はどうしようかな。ここのクリアと、ここのノーマルのクリアってね、同じぐらいのはいいんじゃないんですよ。ちょっと頑張ってみるか。ただね、ポイント効率はこっちの方が多分いいんで、デッシャンでいきます。ごめん。レンダー、エビーの方が早いって言ったけど、そうでもないかもしれない。いや、でもリーチこっちの方が絶対長いよね。デッシャンの方が。まあ、序盤はこんなもんでしょう。ああ、早い早い。やっぱ左右切りはデッシャンの方が上手い気がするんだよな。ごめんなさい、これ、ちょっと左右切りのターン続けたいんですけど、それやってるとね、いつか同時押しになってこれになっちゃうんで、まあ、とっとと使いました。よし、あー、ごめん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 。今一瞬コントロールからね、片手離したんだけどね、そんな余裕ねえわ。あー、終わりだ。終わる終わる終わる。くそ。あー、無理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 。ちょっと魂を並べて。700か。意外と溜まりが悪いな。もう一回行っちゃいます。いや、ごめん、ちょっと待って、同じステージ作るのもあれだから、一回戻って、デッシャンで
まあ勝っても負けてもここでパワーアップさせます。パンダめ、まあ、新キャラをできるだけたくさん見せたいなぁと思うんですよね、動画としてもね。とはいえここ体力1メモリ高いな。少し強くなればまた違うとは思うんだけど、きついんじゃーい。序盤ここ来ちゃうのはそんなに、結果的に負けちゃうと、魂も稼げないはずだから。ちょっと足りないな。ちょっとね、すぐやったら、すぐ落ちます。ごめんなさい、あえて自爆します。これライフ今、変動見たけど、すごいな。当たって3、4回だよね。ディスちゃん負けないとダメだ。ゲームを進めるにはどうしたらいいかと必死で考えてるんだけど、レベル重要だね。よし、いきます。まあ、今日こう考えるとさ、でも、もうあれか。1万近くは貯めたり消費したりしてるわけか。すごいな。じゃあちょっとハードにしません。今日この2つのステージばっかりで申し訳ないんですけど、クリアできてないっていうのがやばいんで、やっています。まあ、ひたすらただクリアしていくだけだったの、前回とはまた違って、一つ山かなと思うから、まあ、ここでね、なんかクリアの仕方みたいのを考えるのがこのゲームの醍醐味というか、やり込みになってくるのかなと思いますけど、うん、左右切り、強いね。いきますよ。まあ、いろいろありますが、左右ランダか、迷うんだけど、足速い人いるからね、難しいね。まあ、123ぐらいのテンポでもいいとは思います。さあ、ここら先は地獄だぞ。無理無理無理。やばいな、どうしよう。どうしようもないよ。というわけで、どっちが難しいかっていうのはあれだけど、やばい、今日クリアを一回も見てきてない。パンダゾーンに戻ってきました。さっき僕がやってたあのハードとこっちの通常ね、ここがどっちが難しいかってすげえ難しい、わかんないんですけど、気持ちこっちの方が楽な気がするんだよな。ただ負けたとしてもポイント効率はあっちの方がいいんで、まあ、ずっとあっちちょっと集中的に入ったんですが、ちょっとこっちにもね、割とストーリーを進める気持ちで戻ってみます。やべえなこれ。よし。ここまで一挙制なのは、実は前回というか他のステージも同じなんですけれども、どうでしょうね。あ、早い早い。よし、行くぞー。まだす。あー、攻撃力が高い、こいつだ。左左左左左、右右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 、一瞬左、一瞬、あー、たた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 、あるな、安全なところがあるぞ。ちょっと見えてきたぞ。あ、入った、オッケー、終わった。まあ効率は実はあっちの方がいいんですけど、あー、やったじゃん。なんかね、一瞬大丈夫なゾーン見えてきた。頭おかしくなってきたかな。ゴーします。ただごめんなさい。やっぱりこの後3回クリアっていうのが条件なんで。じゃあ、まあ、ポイントは少し言うと貯めなきゃいけない。エミーでキャラ変えていってみますか。やはりまあ、新キャラを拝みたいかなと思いますが、上手くなりたいね。クリアして何かが出るっていうわけでもないから、ポイント効率いいところにね、出張ってた方が、展開的にはきっといいかなと思うんですけど、ちょっとクリア数稼ぎたいんでいきます。あー、むずいね、やっぱね。楽じゃねえな。やっぱデスシャーの方が使いやすい気もする、今のところ。
適材適所なのかなと思いますが、そこまでまあ大きく今のところね差は感じられないんで、個人的には。やべ、今日20分もやってんのこれやべやん。あ、じゃあね、うん、あ、負けた、オッケー。じゃあまあ、さっきここがね、一回クリアできたっていうところで一つ山を越えたと思いますんで、あとね、ちょっと同じ画面続くのも申し訳ないんで、お金を6400まで貯めます。貯めて新キャラ解放して今日終わり。そんな感じの編集にしときますんで、よろしくお願いします。まあ、というわけで僕がちょっと骨抜きになるんですけど、動画にするにはちょっと忍びないね、エンドレスってモードもあったりしますんで、そこでちょっとね、テクニック磨いてみます。じゃあよろしく。はい。じゃあね、魂が集まりました。コツをつかめばさっきクリアしたステージはいけますね。じゃあ、一回部屋に戻りまして。じゃあ、使うの次回ね、もし投稿あるとすればになると思いますけど、貯めてきたんで、念願のキャラ解放しましょうか。先長えな。まあ、こいつも良くなると思うんで。じゃあ、6400キャラは誰だ？はい、うまくしまーす。だから、またやっちゃった。お、え、これ。すご。あれか。そうだね。ザーコザーコって言ってきそうな感じで可愛いですね。この子何なの？スー、サキバス。あー、サキバスなんだ。いろいろと吸い取られたいですが、はいはいはい。何やるんだろう。一瞬だけちょっとモーション見ていいですか？それで終わりかな。見たいね。そうだね。じゃあ、ここら辺で。じゃあ、今日お世話になったステージで。多分、デベリちゃんで死ぬと思いますけど、頑張ります。あ、サキバスだ。やっぱりちょっと裏の顔見えてますが。なんだろう。キャラ差ってあんのかな、このゲーム。よくわかんねえな、やっぱ。さざわざいけるか、いけないと思うぞ。ちょっとライフ低いんで無理ですね。負けちゃいました。うん。でも声可愛いですね。そんな感じ。あ、見た目となんか、そのドットな感じの。そうだな。絵がちょっと違う感じがする。あとキャラは1、2、3、4、5、6、7。あ、違う。6人か。まだ結構いらっしゃいますね。はい。じゃあそんな感じで、まあ、コントローラーね、LR ボタンを使いまくるんで、そうですね。LR のね、後ろの方じゃなくて前の方だから、そんな壊れることないと思うんですけれども、まあ、ちょっと指は疲れたりするんで頑張ってください。そうですね。うん。まあ、音ゲーとかじゃないから、まあ、グッドとかグレートとかね、そういうのがないので、とりあえず生き残っていればなんか OK みたいな感じが、割とね、結構楽しいかなと思います。そんな感じでまた、キャラの魅力もあったりしますけれども、まあ、レベルを上げていこうっていうのが、堅実な戦い方になるかなと思いますが、また頑張っていきましょう。じゃあね、また出たらよろしくお願いします。さよなら。